イロナフェヘールは、ハンガリー生まれのイスラエルで活動したバイオリン教師、ブダペストの生まれ、ヨーゼフ・ブロッホ、ヨーゼフ・スムビロビチ、イムレ・ポガニーの各詩にバイオリンを学び、フランツ・リスト音楽院で、イエネー・フバイの訓導も受けた。第1次世界大戦と第2次世界大戦の戦艦期は、ヨーロッパ各地で演奏活動を展開したウィレム・メンゲルベルク指揮家の、 アムステルダムコンセルトヘボー管弦楽団の演奏会にも出演している。1942年に今日構えていたブダペストで二人の娘と共にナチスに拘禁され強制収容所に送られたが、1944年に逃亡に成功し、ソ連軍によって自由がもたらされるまでハンガリーとチェコスロバキアのパルチザンに参加した。戦後はしばらくソ連の関係諸国で、 演奏活動を行った。九百四十九年にイスラエルに亡命し、バイオリン教師として活動するようになる。二十五年間の教育活動の中で、厳格なバイオリン教師としての評判を勝ち得た。彼女の弟子は二百五十人を超え、その中には、ピンカ・スズーカーマン、シュロモ・ミンツ、ハガイシャ・ハムラがいる。テルアビブのルービン音楽院で、更新の指導にあたるほか、ヨーロッパ各地で、 マスタークラスを開講し、ミュンヘン国際音楽コンクールなどでは審査員を務めた。ホロンにて死去フランツリストアカデミーからゴールドメダルを贈られており、ワイツマン科学研究所からも名誉博士号を贈られている。ホロンからは名誉市民の称号を贈られた。ありがとうございます。